問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1番。1> 病院の受付で男の人が話しています。男の人はこの後どうしますかあのー、初めてなんですけど。ではまず、こちらの用紙にお名前、住所、怪我の具合などをご記入ください。それから、あちらの3番の窓口に用紙と保険証を出してお待ちください。 お名前が呼ばれたら窓口に行ってください。あ、その用紙ならもう書きました。これだけでいいんでしょうかあ、はい、結構です。あとは診察の時詳しくお聞きしますから。男の人はこの後どうしますか 2番。2> 夫婦がパーティーの準備をしています。男の人が次にすることは何ですか掃除終わったよ。あと何をすればいいえーっと、じゃあテーブルにグラスを並べて。あ、まだテーブル拭いてなかった。ああ、わかった。じゃあ、それは僕がするよ。 お願い。ああ、そうだ。テーブルに花を飾りたいのよ。花屋さんは早めに行かないと、綺麗な花がなくなっちゃうから、すぐ行かなきゃ。花屋って、駅の向こうの車で行った方がいいよね。そうね。でも私、そろそろ料理を始めないと。あなた、お願い。わかった。 男の人が次にすることは何ですか。三番電話で男の子とお母さんが話しています。男の子はこの後どうしますか。 もしもし、お母さん、僕だけど、あのね、鍵を忘れちゃって、うちに入れないんだ。えお母さんはまだしばらく帰れないわよ。管理人さんにお願いして、鍵開けてもらって。管理人さんは4時までしかいないんじゃなかったえああ、もう4時半ね。 困ったわねえ。じゃあ、お父さんに電話してみる。でも、お父さんの会社から家まで2時間ぐらいかかるんだから、今すぐ帰れたとしても2時間は待たなきゃならないわよ。じゃあ、おばあちゃんの家に行ってなさい。おばあちゃんの家うん、わかった。じゃあ、お母さんが電話しておくから。 おばあちゃんが迎えに来るまでそこにいなさい。男の子はこの後どうしますか。4番男の人と女の人が話しています。 男の人は何を注文しますか何にする僕はコーヒー。私は紅茶にする。あ、そうだ。この間、千円分のチケットもらったんだ。ほら、これ。千円までなら、タダで飲んだり食べたりできるんだ。これ使おうよ。本当じゃあ、私、ケーキ頼んでもいいいいよ。 じゃあ、僕もデザート頼んじゃおうかな。僕はこっちにするよ。あ、でもそれだと1000円以上になっちゃうね。いいよ。300円ぐらいだろ。う僕が払うよ。男の人は何を注文しますか 5番、夫婦が話していますどうすることにしましたかねえよし子とイチローの卒業式だけどああ高校と中学同じ日だったんだよないつだっけ3月17日日。よ、金曜日ねえ会社休んでどちらかに行ってくれないそれが… その日はどうしても出なきゃいけない会議があって、無理なんだよ。でも、私一人じゃ、両方には行けないわよ。うーん。じゃあ、よしこの方はいいんじゃないか俺も高校の卒業式に親は来なかったし。ちゃんと話せば、よしこもわかってくれるさ。そう。まあ、そうするしかないわね。 じゃあ、よしこに話してみるわ。どうすることにしましたか。六番。銀行の機械の前で。男の人が。 銀行員と話しています。男の人はこれからどうしますかあのー、すみません。お金がおろせないんですけど。はい。いくらお引き出しですか ?100 万円なんですけど。お客様、申し訳ございません。機械では50万円までのお引き出ししかできないんです。ええー、そうなんですかじゃあ、 2回に分けて下ろせばいいいんですねいいえ1日のお引き出しの合計が50万円ということなんですじゃあ違う機械ならいいんですかい,いえ50万円以上のお引き出しは窓口でお願いしております今日は通帳とハンコをお持ちですかいや持ってきてないです家にありますよ困ったな 今日中にどうしても必要なんだ。申し訳ございません,うーん。じゃあ、すぐ取ってきますよ。窓口は3時までですから、お急ぎください。男の人は、これからどうしますか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めます1<番>男の人と女の人が話しています「2人は何時に会いますか?」。 は朝一番が10時から12時20分までで次の回は3時から5時20分までなんだけどどっちがいい午後にして映画見た後食事でもしようよいいやそうしようそれでね映画館は桜駅ってところから10分ぐらいらしいんだけど駅で20分前に待ち合わせる いいけど、桜駅って何線地下鉄そう。横浜から出てる地下鉄だって。じゃあ、横浜にしようよ。どうせ二人とも横浜を通るんだし。うん、そうだね。横浜から桜駅までどのくらいかかるか調べて、後でメールするね。うん、頼むね。二人は、 何時に会いますか二番男の人と女の人が話しています女の人はどうして事故に遭いましたか その怪我ちょっと交通事故って言っても相手は自転車だけどだから音楽を聴きながら歩いてたら危ないって言ったじゃないかそう言われてからはしないようにしてるよこの怪我は私のせいじゃないもん悪いのは向こう携帯電話をかけてたんだもんああそうなのか最近危ない乗り方してる人多いよね 僕もこの間、傘を差して走ってる自転車にぶつかりそうになったよ。女の人は、どうして事故に遭いましたか 3番女子学生と男子学生が話しています。男子学生はどうしてレポートを書きますか 君試験も終わったしみんなでカラオケに行こうって言ってるんだけど一緒に行かないああ僕はやめておくよレポート書かなきゃならないんだレポートそんな宿題あったっけあ先週のレポートまだ出してないのいや先生が言ってたじゃない単位がもらえるかどうか心配な人はもう一つレポート出せって。 あれね。中村君試験できなかったのいやまあまあできてたとは思うんだけど、僕、出席がさ。そういえばよく休んでたよね。そっか。じゃあみんなには中村君は行かないって伝えておくね。男子学生は、どうしてレポートを書きますか 4番女の人と男の人が話しています。女の人は読み終わった本をどうしていますか 読み終わった本ってどうしてる本僕は古本屋に売ってるよ。ああ、そう。本ってどんどん溜まっちゃうけど捨てられないのよね。私は図書館に持って行ってるんだ。うちの近くの図書館は読み終わっていらなくなった本を置いておく場所があるんだよ。へえ、図書館に持って行くとお金もらえるのもらえないよ。 でも、好きな本はたくさんの人に読んでもらいたいじゃない。あ、古本屋ってお金のためなのでも、あんまり高くは売れないでしょう。うーん、でも、ちょっとでももらえる方がいいからね。女の人は、読み終わった本をどうしていますか 5番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はどうして早く家に帰りたいのですか 仕事終わったんでしょこれからみんなと飲みに行くんだけど倉田さんも一緒にどうああ今日はちょっと何か予定でもあるのい,いえ予定というか早く家に帰らないとまだ6時だよ少しぐらいいいでしょう行こうよええ行きたいんですけど実は今朝うちの犬が元気なかったんですよそれで ちょっと心配なんですそうなんだでも倉田さんご両親と一緒に住んでるんでしょご両親が面倒を見てくれるんじゃないのええいつもはそうなんですけど今両親が旅行中なんですだから早く帰って病院に連れて行こうかなって思ってそうなんだそれは心配だねまた今度誘ってくださいすみません

新しい冷蔵庫が買いたいのですか の広告いろいろ見てみたんだけど最近の冷蔵庫って電気代があまりかからないのねああそういうのが売れてるみたいだね何冷蔵庫を買うの壊れたそういうわけじゃないんだけどあなたたちが家を出てお父さんと2人だけでしょだからね大きすぎるってことそれで新しいの買うのはもったいないよ。 それに母さんいろんなもの買っておくから大きい方がいいと思うけどねそうじゃないのよ二人だと料理を作っても余って仕方がないのよだから冷凍しておくことが多いんだけど今の冷蔵庫だとちょっとねああそういうことかじゃあ冷凍庫が大きいタイプのがいいね 母親はどうして新しい冷蔵庫が買いたいのですかここでちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体として どんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。一番会社で女の人と男の人が話しています。疲れた顔してますけど、何かあったんですかええ、昨日は大変だったんですよ。鍵をなくしちゃったみたいで、家に入ることができなかったんです。 昨日は家族も留守だったので。それでどうしようかと思っていたら2階の窓が開いていることに気づいて、そこで庭の木に登って窓から入ろうと思ったんですよ。2>, 2階からですかええ。ところがね、それを見ていた人に泥棒と間違われて警察を呼ばれてしまったんです。 警察にはいろいろ聞かれるし、近所の人には変な目で見られるし、家族には怒られるし。それは大変でしたね。昨日が大変な日になったのはどうしてですか 1, ?1 留守の間に泥棒に入られたから 2, 2 女の人が鍵を取ってしまったから。三。家の鍵をなくしてしまったから。四。家族に家に入れてもらえなかったから。二番。 テレビで男の人が話していますこの試合に勝つことができて嬉しいです頑張ってくれた選手たちには本当に感謝しています相手チームがこの暑さで思うように動けなかったところもありますがやっぱりうちの練習の方法が良かったんじゃないでしょうか相手チームのデータを集めて そのデータに基づいていろいろ練習を重ねてきたんですもともとうまい選手がそろっているんですが毎日の練習が選手たちの力を十分に引き出すことになったんだと思います男の人は何について話していますか <S ?1, 1 <S 相手チームの悪いところ 二、データを集めることの難しさ。三、試合に勝った理由。四、毎日の練習の厳しさ。三番、男の人と女の人が話しています。 日本のお母さんは子供を叱りませんよね。そんなことありませんよ。私は子供の時よく叱られましたよ。叩かれたこともあります。え、叩くのはちょっと。でも、この間レストランへ行った時、子供たちがすごくうるさかったんです。店の中を走り回ったりして。でも、お母さんたちは何も注意しないでおしゃべりをしていましたよ。 ああ、そういうお母さんたちのことは問題になっているんですよ。子供には何が悪いことかしっかり教えなければね。そうですよね。男の人が言いたいことはどんなことですか一、子供が悪いことをしたら親は叱るべきだ。 二、2> 2子供が悪いことをしたら叩くべきだ。三、何が悪いことか知らない母親が多すぎる。四、レストランでは楽しくおしゃべりするべきだ。問題四。 問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。1番、先生が たくさん荷物を持っています。何と言いますか ?1 先生、お持ちしましょうか 2, ?2 先生、持って差し上げますか ?3 先生、持ってもらいたいですか 2番 2> コーヒーを注文したのに紅茶が来ました。何と言いますか 1, ?1 これはコーヒーというより紅茶ですか ?2, 2あのー、コーヒーを頼んだはずですけど3どういうわけで紅茶を持ってきましたか 3番、先生の本を見たいです。何と言いますか ?1、1> この本見ていただけませんか 2>, ?2、この本見せてもよろしいですか ?3、この本見せていただけませんか 4番公園の花壇に入っている人に注意したいです。何と言いますか1花壇に入っちゃダメですよ。2花壇に入っちゃったんじゃないですか3花壇に入らなきゃいけませんよ。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください 1>, 1番、先生のおかげで合格できました。1、本当に心から感謝しています。2、私も先生の車で来ましたよ。3、いいえ、あなたが努力したからですよ。 2番 2> この電車、桜駅に止まりますか 1, 1ええ、すごい台風ですから。2, 2いえ、急行は止まりませんよ。3隣の駅は桜駅じゃありませんよ。 3番、木村さんのお父さんが亡くなったそうですよ。1、お葬式はいつなんでしょうか。2、2> え、どこへ行ったんですか ?3、私も一緒に探しますよ。 4番、すみません、注文お願いします。1、はい、少々お待ちください。2、気にしないでください。3、いいえ、どういたしまして。 5番、怪我をしたと聞きましたが、いかがですか ?1、1> いいえ、聞いたことはありませんよ。2>, 2、このくらい何でもありませんよ。3、すぐ病院に行った方がいいですよ。 6番今日はパーティーにお招きいただいてありがとうございます」1「またお招きください」「2>, 2」「楽しんでくださいね」「3」「お先に失礼します」 7番、木村が帰りましたら、こちらからお電話差し上げましょうか。1、すみません。ではお願いします。2、2> どちらにお電話しましょうか。3、すぐ来ていただき、ありがとうございます。 8番、ゴルフなんて私には無理よ。1>, 1、やってみなきゃわからないよ。2、2> テニスの方が面白いね。3、じゃあ明日はゴルフに行こう。 9番あ、このレストラン今日は休みだったんだ。1, 1何食べようかな。早く入ろうよ。2, 2本当だ。空いててよかったね。3残念だね。楽しみにしてたのに。 これで、懲戒試験を終わります。